バイトなんかしてた？バイトしてた、いっぱいしてたよ。うん、飲食店が多かったかな、でも。うん、ハンバーガー屋さんとか、うん、あと居酒屋とかでやってた。うんうん、私はなるべく人と接しない仕事してた。何やってたの？そうなん、電話のアポみたいのもやってたし。ああ、でも喋るじゃん、めっちゃ。もう会わないじゃん。でもさ、すごい喋るじゃん。喋る。でもこう滑舌とかね、そういう練習にもなっていいかな、一石二鳥かな、ね、みたいのもあって。で、あとはそうだな、百貨店のレジ専任キャッシャーとか言ってた。どういうこと？お店の中にレジがさあるとこもあるけど、うん、なんかこうそのお店の店員さんがレジをいじるっていうより、うん、レジ専門の人がいるんだよ。へえ。それやってた。へえ。ずっとお金触ってた。どうやったらこの札束早く数えられるかなっつって、もう暇な時ずっと、あ、でもそれすごいわかる。そう、あとここの商品券はすごい数えやすいとかね、こうやる、すごいやるわ。ちょっと油が足りないとかあるわ。そう、やってた、やってた、やってた。うん、とかね、まあいろいろやったな私も。うん。